皆さんこんにちは。今日はですね、三国対戦スマッシュの方をやっていきたいと思います。初めての方にどういうゲームか説明いたしますと、引っ張って離す、それだけです。そう、ああいうゲームです。それが今回はですね、ガチャを引いてその後ね、クエストの方をやっていきます。クエストの方もめちゃくちゃ楽しんで見ててください。それではガチャいきましょう。今イベントでですね、10個分お得の10連ガチャの方やってますんで、今回こちらの方20連引いていきたいと思います。まあ83個ありますんで、10連の方2回引けるかと思います。それでは行きましょう。行こう。さあ行くぞ。あ、金1個。そう、それでさ、このさ、女性キャラクターがめちゃくちゃ可愛いんだよ、これ。このゲームは。それ絶対押してるよね、これ。で、このグラフィックもね、絵も綺麗だし、見てて、普通に楽しいですね。ほら、女性キャラクター絶対これ押してるよね。あ、これ、どう？星4です。スーパーレア。超高。でなんて言ってもね、俺がいつもね、おすすめしてる部分になるんですけど、振り仮名振ってくれてるんですよ、これ。これね、漢字でしょ。王中？甲中でした。ほらね、わかるんだよ、俺。関内。そしてラスト、スーパーレア。巨長。ということで、おさらいをしよう。次一覧。星4が最高で、この辺が出るんだけど、俺、呂布とか欲しいよね。今回、まず10連目なんですけど、星4ゲットできました。で、その他にですね、俺はね、曹操、そして、曹彰、関羽、孫権。この4体をね、今、星4持ってます。なんで5体目ですね。やっぱ呂布欲しいな。呂布狙いでいきましょう。よし、行くぞ。頼むぞ。さあ、マジかよ。まあでも女性キャラ押してるんだよな、これ絶対に。孫悟空。すげえ、女性めっちゃ来んだけど。普通にキャラクター可愛いよね、これ。おお、かっこいい、この人はかっこいい。しかもさ、絵超綺麗なんだよな、これ。さあ、マジっすか。じゃあ、先ほどの星4キャラをひっくるめて、ちょっと戦場に行きたいと思います。まあでも、せっかく連れてくんだったら、ちょっとね、強化していこうかな。よし、強化。一気にレベル40まで乗った。41か。あとですね、装備の方もできるんだよね。さっきの超高を選んで、装備、これ強いのとかね、つけとくといいっすね。よしよしよし。ということで、ちょっとね、編成の方をします。ちょっとこれと変えようかな。さっきの超高入れ替えます。変更。よし、行きましょう。第9章ですね。で、前ね、前このサンスマの動画見てくれた方は分かると思うんですけども、このうじゃうじゃいるちっこいやつ、こいつも敵なんですよ。で、こいつはこのなんか、ホラー穴みたいのから、2ターンごとね、ポン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 出てきますんで、こいつを蹴散らしながら、このホラー穴的なやつもね、壊していくと。じゃないと出てきちゃうんでね、やっていきます。で、めっちゃ気持ちいいから、これ。ちっこいのめっちゃいるでしょ。それでは行きます。強い強いよ、超高強いよ。よし、行きますか。はい、ゴー。
クの方も倒していきたいので、よし、あとはこいつだけだ。チョーコ強かったよね。さあ、ここでまあ終わりかな、こいつは。OK。で、次だ。次でラスト。行きましょうか。うい。このね、ちっこいやつをちょっと蹴散らしたいな。このしかもさ、檻みたいな、なんだろう、壁みたいのもあるから、これを先倒して、倒すっていうか壊していかないとね、相手に当たんないんだよ。もう柵みたいな。OK。あとはもうひたすらちょっと殴りますか。あ、大丈夫だね。で、この左下のね、竜のマークあるじゃん、これを押すと全員攻撃。全然食らわねえおいおいおい、大丈夫かよ、全然食らわねえぞ今。よし、いけ、もうちょい、これで終わりかな。よーし、はい、という感じで、引っ張ってね、放ってく、まあああいうゲームでございます。はい、ということで今回は、三国再戦スマッシュの方をやってきました。ぜひね、気になる方、説明欄の方からやってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。